どうもこんにちは、リュウボンです。フィールザースの続きの方をやっていきます。そして、マップ上ね、もう見えたね、今一瞬かなり近いところまで来てるということで、おそらくこれがアイアンヴィレ。来たー、これだ。おー、よし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 、これでいつでもここに来れるぞ。おー、よしよしよ。マーシャント、商人だね。ガスマスク。で、ベイクドハムと、ガスマスク高えな。で、ベイクドハムと、ゴーラッシュウィズソース。そして喋ることはできないみたいだな。これだ。これがメカニカルオールってやつだな。おそらく。to use all module OW19.First, pour oil into the upper compartment. Then put the item you wish to send in the lower compartment. オイルを入れろって書いてあるのかな？オイルは、その辺にいる、スライムが持ってんだよね。でね、このゲームね、イヤホンで聞いてる人わかると思うんですけど、近くにいる敵の音がね、実は聞こえるんですよ。あいつ、こいつ強い、強いっていうか、まあ、うそ！あ、ビットってたまにうざいね。よし。オッケー。はぁ、いいね、声が。さてと。左から聞こえる。痛い痛い。オッケーオッケーオッケー。オイル。一個でいいのかな？二個持っていこうか。オッケー。よし。さあ、おー！美しいね。いいね。このランプ。欲しいな、俺の街にも。これさ、敵だよね。あ、だよね。なんか、こいつね、ダメージがね、ま、戦えるんだけど、ダメージが結構厳しくて。こうか？違うから。もう一回、first, pour oil into the upper compartment. Then put the item you wish send in the lower compartment. これ関係ないよね。これなんだろうね。あ、瓦礫の山でこれ以上進めないわ。で、これは ?Welcome to Iron Valley, Ville. Our humble village has guests to so, ちょっと待って、怖い、した。What brings you here to us today?I'm here at my friend's request. やばい、ちょっと待って、大丈夫っぽい。These, まあ、怖いな。Continue with an first race, race on our peaceful village. They rob our homes and our warehouse. They took all of our spare parts. パクられたんだ、全部。Now we cannot repair ourselves.or our homes, we are turning to rust. Is there anything I can do to help? 何でも受けるね、この主人公は。We would definitely not refuse your offer of assistance. If you could return some parts from the Markans, we would be most grateful. こいつね、厳しいんだよ、こいつ、本当に。おら、ボケ！大嫌い、こいつ。オッケー。で、まあ、持ってかれたんだね、ナイトメアに、すべてを。多分、まあ、ナイトメアかどうかはちょっとまだわからんけど。
さて、ちょっとね、ちょっと。はい。ではね、クエストの方を始めていきたいんだけど、もう深夜になってしまったな。でもなんかナイトメア来ないね。何もないね、本当に。持ってかれたんだね、全部。とりあえずクエストをちょっと見てみようか。大丈夫かな、今見て。ファインドマーカンスキャンプと、ユーズはメカニカルオール、イン、アイアンバーウェイ。オールっていうか、アーウォーがね、あの、正しい発音ですね。ファインドキャンプ、ウェイマーカンスと、ん took the spare parts. マーカンスってやつが、パクった。だね。あ、すぐ近くにいるね。ただね、まあ、いっか。行くか。だからね、夜あんまね、活動したくないんだよね。その、動画的に見づらいっていうのと、あの、見づらすぎてね、結局その、色調補正とかで、修正してるんで、うわぁ!ボケ!マジで!まずい。これはね、おぉ!ボケ!見え!くっす!あーくっそー!こいつ!こいつ!オッケー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 。まあいいや、ちょっとクリティカルじゃないけど。よしよし。強いからね、敵が。一応、レベル的にはね、これをね、レベル5まで上げようと思ったんだけど、これがまだカミングするんで、これがね、微妙なんですよ。これ。ごめん、微妙なんですよ。うまくいったらね、2ヒット当たるんだけど、この剣の部分とね、なんか、この超音波みたいなやつ、2つ当たるんだけど、なんか使いづらいかな。だから魔法使いになろうかしらとか思ってんだけどね。うん、あ、なんだかんだ言ってるうちにね。さ、じゃあ、行くか。ちょっと怖いんだよね。あ、この二人組ほんとやばい。よし。うっそ!もうね、一、あー、痛い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 。うっそ、当たってねえじゃん。オッケー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 。はぁ、あ。痛いわぁ。よし、オッケー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 。ちょっとね、あはは、外した外した、危ない危ない。あー、なんかレシピをあんま落とさないね。さあ、行くよ。こうやってね、ちょっとずつ。ちょっとずつ。ちなみにこれすげえ高く売れる。一気に金が貯まった。これ売ってたら。このナッツ。で、しかももう俺の自宅の方でね、本拠地の方で栽培してるので、金にはもう困らないね。あ、たったったった。あー、怖いね。やばいな、ちょっと待って。やばいやばい。あ、大丈夫。これね、体力はそんなに高くないからね。オッケー。で、もう一匹。オッケー。これ。これをね、見せたかった。ずーっと。忘れてんだよね。よし。さあ。オッケー。ね、すぐ忘れるってやつ。1対1だったら何とかなる。あれか。オッケー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 。スライムはこちらから手を出さないと襲ってこないので基本的にはしかと。オッケー。おお、
緊張するね。これだ。よし。全部これで。あれ？なんか、お前まだ。取ったら全員一気に襲ってくるような仕組みだったのか。よっしゃ、レベルアップ。弓もちょっとやっていきたいんだけどね。いいか、これでいいか。OK。よし。あれ、追っかけてないね。よし。OK。嘘、追っかけてきてた。くっそ、ほんとだー、くっそ、むかつく。ただな、ただな、ちょっと待ってね。結構ね、資源の方、見てください。これ。ほら、ね。氷がいっぱいあったりとか、ボトルいっぱいあったりとかしてね。結構余裕がありますね。うん。ただ、今回は十分かな。で、このロリポップ持ってってるね、意味としては、その、向こうの方で、着いた先でね、回復薬を作ろうっていうよりは、出かける前に、ちょっとそこの畑から、ペペペってこう持っていけば、こう、ちょっとした回復に、ほらね、使えるじゃないですか。うん、なので、持ってってるっていうような感じですね。そんなに深くは考えてない。どうせまた生えるからね、あれ。うん、さて、これ、ギア。これがね、ほんと高く売れるんだよ。ちょっと後で村寄るんでね。これ。これがね、他の、今まで手に入れてきたアイテムがだいたい10円とかで売れるんだけど、それに対してね、これ多分100円とかで売れるのかな、1個あたり。ちょっと調べておこう。8個とかね。あ、今ゲットしたのこれか。スクリューナッツだ。これが高く売れるんだよね。で、こういうのちょっと置いていこう。ああ、オイルは、うん。よし。じゃあちょっとね。村に行きましょう。で、ところで。このね、俺がこのゲームを知るきっかけとなった、このゲームの楽曲を携わってるね。楽曲に携わってる、直屋さんね。が組んでる。マテリアルオブマインドっていうね。よし、噛まずに入れたぜ。MOM とか言って、省略して言ってるけど。そこはね、アルバムをね、出すんですよ。12月5日かな。うん。で、一旦データ販売ということでね。なんだろう。iTunes Store とかそういうところで販売されると。で、iTunes Store、iTunes Music とか、Google Play ちょっとまだわかんないんだけど、iTunes Music とかにね、加入してる人はね、多分ね、そこで聞けたりするんで、ぜひね、12月5日、要チェックですね。中でね、いくつか新曲がね、5、6曲ぐらいあって、いやー、やっぱいいね、直屋さんの曲はね、結構好きっていうのと、なかなかこの、ボーカルのね、鈴木さんっていう方が、ほらほら、9個で。1個50円だ。高いよ、すげえよ、これ。うん。鈴木さんっていうね、鈴木丸っていうね、名前でやられてるんだけど。いや、いい声しててさ、結構ハスキーで。結構ね、低音とかもすごい出る人で、高音もね、なかなかね、音域が広いというか、すごいよ。ほら、これで一発よ。ほら実はこれは初めて使うっていうね。イエーイ。リベンジじゃボッケー。あ、そっか、もう、いいのか。take the spare parts of armor. 誰に言われたんだっけ？スペアパーツ。俺はこれを、何する？イベントアイテムだからな。あ、いや、こいつに話しかけりゃいいのか、こいつに。こいつに言われたからね。Thank you! Finally, we'll be able to repair everything. お、すべて直せると。What do the markers
Markens. Markens want will all those spare parts anyway? 知らねえよ。I heard that in the main Markens camp there were many boilers. あ、あったあった。うん。It is likely that they will smelt the metal and create weapon. へえ、くれ、全部くれ。Weapons? I have to move,、move fast. 結構、この主人公がなんか、すごい血の気が多くなってきたね。Find the main camp of Americans. あー、さらに、遠いね。大丈夫か？ちょっと俺ね、今、火力不足を感じているんだけど。大丈夫？ほら！ほんとこの遠距離、きつい。きついよ。あめえ。あ、早くあの、タンタムソードをね、ゲットしたい。あの、これゲットできない理由が一個あって。もう俺、素材は持ってるんですよ、全部。ね。タンタムインゴット。ただ、一個だけね、多分これ。タンタムヒルトっていうね、のがあって。で、これほら。最初そのタンタムの鉱石、まあ、これなんか調べたら鉱石じゃなくてなんかただの物質だったけどさ。見た時にさ、この、なんだろう、この情報を手に入れた時のおっさん、あの鍛冶屋の。あのおっさんがさ、言ってたじゃん。塚をね、作りたいと。うん。で、その塚がまだ完成してないんで、やだな、暗いから。これ、どうなのスマホで見れてんのかね。あ、やばい。めんどくさいの釣っちゃったね。パチン。よしよしよし。こうやってね。お、追うのを諦めたようだな。足音でわかるぜ。この罠がね、なかなか使えるんですよね。ね、置いといて。えい。うわぁ！あいつめっちゃ喜ぶんだよね。あぶねえ。なんか、攻撃した後に、離れて、うわぁ！うわぁ！うわぁ！って、なんか言ってんの。最初すげえびっくりした。あいつの攻撃、その動作を見る前にいつも倒してたから、うまいことやってね。うん。まあまあ、最近うまいことできなくなってきただけの話なんだけどさ。いやー。ブルルルル。ちょっとアホなこと言ってないで、ちょっと朝まで待ちます。さて、夜が明けるぞ。おお、びっくりした。うん。で、ちょっと思ってたんだけどさ、ちょっと待って。ああ、くそ！怖い、怖い。あぶねえ。じゃ、正面から行こう。怖い。思ってたんだけどさ。その、直屋さんのさ、マテリアルマインド、あ、違う、まあ、いや、それもね、大事なんだけど、この、直屋さんが、この曲に携わってるっていう言い方は俺してるけどね。やっぱりまあ、多分、そういうのってさ、こう契約上、どの曲を作ってるよってのは言っちゃいけない。あれ？あ、こいつ何？突っ込めばいいの？あ、なんだ？弱えじゃん。あ、まあ、いずれにしろね、1対2とかになるとね、ちょっときついんだけど。でさ、ダオエさんがこの曲、携わってるって言い方をしてるのは、やっぱりまあ、その、どの曲やってますよっていうのが、おそらく言っちゃいけない。まあ、言えない。みたいなね、ところが多分あるんですね。で、そういうのまああるじゃないですか、そういうのって。で、まあ、きっとね、その曲聴いたら 100% わかりますよって言ってきてくれてはいるんだけど、お前大丈夫マジで。もう実はさ、いやもうとっくにもう流れてるんですけど、みたいなことに、俺も最初にそれ言われた時にね、絶対そうなるかなと思ったんだけど、だって、ま、全体的にいい曲だから、これかな、これかなってのはあるんだけど、やっぱ怖いのがさ、合ってても、間違っても、あれ、合ってもなくてもね、恥ずかしいじゃないですか。
あ、これだ、絶対そうだとか言ってね、いや違いますみたいな、シェッ、おー、ちょ、なんだこいつ、あ、ちょ、マジか、こんなことするんだこの子、なんなんだこいつは、危な、そんな戦い方すんの、あれもう、いやもうすごくびっくりした、ちょっと待ってね、要注意やな、下、ちょっと待って、もう怖い、上は雪か、オッケー、じゃあこのまま下行けばいいな、下って怖いんだよね、見通しがほら悪いじゃない、横と比べて出会ったらすぐエンカウントみたいな、いや、なんか今変なこと言ったけどね、敵の姿を発見したらすぐエンカウントしちゃうみたいな、ほらーもう、オッケーオッケー、これ大丈夫、あ、ちなみにね、あの俺装備これ、ソードマンヘルムっていうのをね作って、これミーリーがねプラス2ってことで、あの近接がちょっとね高くなるんですよ、いいよね、あれ、あ、もうちょいこの辺か、まあ、ちょっと時間的にそろそろでございますけどね。よいしょ。なかなか、俺の方の強化がなかなか追いつかないというか、体感的にね。なんかちょっときつい、中の、ちょっと戦いとなりますが。よし!じゃあ次回ね、ここを続きやっていきたいと思います。今回はこれでおしまいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。またな。